思い出のガンプラキットレビュー集。マスターグレードモデル、ガンダムマーク2。宇宙世紀 0087。ジオン公国と地球連邦が繰り広げた1年戦争から7年、ジャミト・フハイマン大将率いる、地球出身者を中心に選抜されたエリート部隊、ティターンズは、未だ各地に潜伏するジオンの残党だけでなく、地球連邦政府の戦後政策に不満を抱く、スペースの移動も粛清の対象とみなし、思想統制と弾圧を推し進めていた。サイドセブンに住む少年、神井美談は、そんな時代に生きる普通の高校生であった。だが、多感でありすぎた彼は、そんなティターンズのやり方に対して嫌悪感を抱くような少年でもあった。ふとしたことからその感情が爆発したとき、彼は新たな戦いの渦中に身を投ずることとなる。ガンダムマーク2は、ティターンズの正当性をスペースノイドに示すため、自らの力の象徴とすべく開発した高性能試作モビルスーツナンドスへ。地球至上主義を掲げるティターンズで運用される関係上、ジオンの技術を一切使用せず、地球連邦軍の技術のみで開発された機体なのでございます。そうだ、その通り。その特徴としては、ティターンズ製だからかは知らんけど、ファーストガンダムに比べて目つきが悪いのが特徴だよね。そうだよね。新たに採用されたムーバブルフレームやリニアシート、高性能なバックパックなども採用してはいるものの、走行材には、ガンダリウムではなく旧式のチタン合金セラミック複合材を使用しているため、機体強度に問題があるほか、同時期のモビルスーツと比較しても飛び抜けて高い性能ではないなど、あくまでも、マイナーチェンジの範疇を超える機体ではなかったのですよ。参ったね。だが、しかーし、名機と名高い RX78 の改良型だけにポテンシャルは高く、パイロットとなった神井美談の能力もあって、戦力を強化しつつあった。ティターンズの新型モビルスーツと互角以上に渡り合うなど大活躍したモンザイモン。そうだっけ？そう。ガンダムマーク2の試作機3機の全てがユーゴによって強奪され、うち1機が神ユーの蒸気としてユーゴの戦力に加えられたことで、皮肉にも、本来は敵である、ユーゴに渡ってからその進化を発揮したのよね。まさしく、神ユーがジェリドをぶん殴って以降、トントン拍子に話は進み、盗んだバイク。いやさ、盗んだガンダムで走り出しちまったのでございやす。何それ怖い。アニメ本編では、宇宙空間での戦闘はもとより、ジャブロー攻略戦での、大気圏突入時に使用されたフライングアーマーや、土台階などのサブフライトシステムを使用するなど、原型機譲りの汎用性を見せつけたりした問題。神ユーがゼータガンダムに乗り換えてからは、エマチューイが使用し、カツが乗り込む G ディフェンサーとの強化形態、スーパーガンダムによって、多数の敵を撃破するなど活躍。その後も、ネオジオンを相手に、新たに新設されたガンダムチームの一機として戦うなど、長きにわたって戦い続けられたのですよ。たないねえ。これはひとえに、性能云々よりも、機体の人気が非常に高かったことが要因と言われているのでしたとさ。そうだそうだ、そうかもしんない。当時としては、機動戦士ガンダムの続編ともあって、前評判は非常に高かったのは言うまでもないことですな。事実、ガンプラブーム以降のメディア展開によって、ガンダムの人気は非常に高いレベルを維持し、続編を熱望する声が大きかったのは当然なのだけれどもね。機動戦士ガンダムは、劇場版をもって一応完結したお話だからして、二番戦時に過ぎない話を制作することには、富の恩大賞含め、ファンの皆様からも否定的な意見があったのも事実なのだよ、こんちくしょう。でもね、まあ、なんだ。機動戦士ガンダムの後に日本サンライズが制作したロボットアニメは、悲しいかな、ガンダムほどの人気を獲得できなかったのですよ。参ったね。しかも、当時、ガンプラの主力商品だった MSV もマンネリ化が厳しい状況では、新たなガンダムの企画をバンダイさんが要請するのは、当然だったんじゃなかろうかい。富の恩大将もそのことは予感しており、なんとか二番戦時にならぬようにと考えてはいたそうな。例えば、劇場版では、カイシデンが連邦政府に対して否定的なセリフを吐露していたり、小説版では、ブライトのあの、ジオンの次は連邦だ、なんてセリフもあるため、それらを知るガンダムファンの想像は、まさに、天高く舞っていたのは間違いねえ。しかしながら、アニメの放送が開始されると、1話進むたび、物語が進展するどころか、より難解になっていくありさまだったものよのう。難解になった要因としての考察は、すでに、多くのガノタが語っているけども、実は、初期からユーゴとティターンズの戦いという前提は変わっておらず、ガンプラブーム以降のファンも、それくらいわかるような年齢に達していたのだけれどもね。あまりにも、ファーストガンダムにのめり込んでいるファンが多かったがために、ファン自らが抱く続編のイメージが、富の恩大賞の演出と不協和音を醸しちまったんじゃなかろうか。一言で言えば、僕が考えているようなガンダムじゃなかった。クリエイターと視聴者の間で、続編のイメージに開きが生じていたのだよ。そうなんですよ、川崎さん。
ちょっと待ってください山本さん。機動戦士ガンダムからの子さんのファンはそれとして、機動戦士ゼータガンダムからのファンが存在するのも、これはまた当然なのだよね。いわゆる、ファーストガンダムはガンプラでしか知らんけど、初めて見たガンダムシリーズは、ゼータガンダムだったという方々。単なるアニメファンというより、ゼータガンダムに感じられる、現体制に批判的な要素。ぶっちゃけ、何をしたら良いのかわからないけど、力だけはギンギンにあり余ってるぜ。てな感じの神指団に代表される、反体制的で攻撃的なキャラクターに感銘を受けた困ったちゃんだったもんちっち。それは、当時の若者の文化として代表的な、パンクスだったりロッカーだったり、ロックバンド、セックスピストルズのノーフューチャーとか、ムーンライダーズの、ドントトラストオーバーサーティに浸水しちまったみてえな方々。あ、違うわ、ドントラは翌年じゃん、ごめんして。あれよ、宝物がガンプラじゃなくて、ギターとかブーツという、価値観がとんがってる連中ですやね。まあ怖い。何気に、海外の有名なロックスターの多くが若くして亡くなっているもんで、俺も若いうちに死んでやると、熱い情熱をたぎらせて無茶ばかりしたけど、なかなかどうして死なないなぁ。みてえな方々だったと思う今日この頃。なんぞそれ。アニメはよくわからんけども、ゼータガンダムからは、なんだかとっても体の奥底から湧き上がる熱い情熱を感じちまうのよ俺らは。みたいな感じで、機動戦士ガンダムから始まり、ガンダムは機動戦士ゼータガンダムまでとのたまう方々の中にもね。ファーストガンダムはいまいちだけども、ゼータは最高とのたまう方々が存在するゆえんは、到底、ただのアニメファンには到達不可能な領域なのにちげえねえ。おお、勢いで書いちまったけども、ここまで全然意味不明だよ、どないしょう。まあいいや、多分、誰かしらわかるやつもいるかもしれんのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1998年8月、機動戦士ゼータガンダムのキットとしては、ゼータガンダム以来、2年ぶりとなるガンダムマーク2が、EU5、およびティターンズの両バージョンで同時発売され、ファンから好評を得ることに成功する。しかし、スマートすぎるプロポーションに違和感を覚えるモデラーも多く、かつての100分の1スケールキットを用いて、ニコイチで回収を加えるモデラーも少なくなかったという。キットの値段は2800円。1998年8月に発売されたキットだよん。これまでのマスターグレードモデルは、何かにつけて、トライアル的な試みを続けながらのリリース。そんな中、ようやくスタンダードな仕様のガンダムマーク2がキット化され、モデラーから喝采を持って迎えられたのでございます。その、通り。悲しいかな。最近のガンプラがバカ高いので、2800円がすんげえ安く感じるのは、金銭感覚が麻痺しているのにちげえねえ。このキットの当時の評価は、設定には寄せやすいものの、各部の煮詰め方が足りない印象だったかもしれん、かもしれん。プロポーションはマッシブなのが素敵なのだけど、アニメ本編の印象としては、もうちょっと太い方がそれらしい印象なのだよおっかさん。特徴的な目つきの悪さによって、ガンダムマーク2らしく見えるのだけどもそれはそれ。ボディが小さい上に、特徴的なラインをオミットした結果、なんだかとってもいやあんな造形で完結しているのが意味不よな。その他、ムーバブルフレームが特徴の機体にもかかわらず、関節の解釈が異なっており、桃のジョイントや肩の基部、そんでもって、足に使っているボールジョイントがふにふにするのも意味不。などと考えながら組んでた当時の俺。いろいろ言うけど、当時はそこそこ評判が良いキットだったので念のため。そうだそうだ、クリームそうだ。武器は、ビームライフルにハイパーバズーカ、装弾数を向上させた外付け式のバルカンポッドに、ビームサーベルとシールドが付属。ビームライフルは、フォアグリップとセンサーが稼働し、サイドアーマーに装着が可能。エネルギーパックはライフルから脱着可能で、3個ついてるエネルギーパックのうち2個を、シールドの裏にマウント可能ときた問題。ハイパーバズーカは腰のバズーカラックに装着可能で、2個ついてるマガジンをサイドアーマーに装着できるのだけど、ハイパーバズーカ自体は小さめの印象だったのですよ。わけわかめ。そうだっけ？ビームサーベル本体は2機付属し、バックパックのサーベルラックに装着可能。ビームの刃はクリアピンク成形で再現しているのが素敵。素敵すぎ。シールドは、スライドして縮めた状態を再現可能で、前腕のマウントラッチに装着する仕様。ハンドパーツは、可動指式のハンドパーツと、両手分の握り手と平手がついており、可動指式ハンドパーツの保持力が相変わらずな上、握り手と平手が薄くて、表情に乏しいのがいやあんな感じだったもんじゃ焼き。あとは、同スケールのフィギュアが2体と、カラーシールにマーキングシール、一発勝負のガンダムデカールもついているのでございやす。そうかそうか、よかったね。ギミックとしては、コックピットハッチの開閉や、脚部関節の動きと連動するシリンダーの伸縮ギミックなど、当時としては至ってシンプル。ちなみに、解説書の記載はないけども、
J ランナーは、〇〇 ABS 難度末。よく見や、ランナーの裏に ABS と書いてあるのよ、こんちくしょう。90年代のマスターグレードモデル。いやさ、ガンプラ全般として、記載はないけど ABS を使っているケースがたまにあるのよね。例を挙げれば、60分の1スケールのシャイニングガンダムとかですな。再販版では ABS 仕様と箱には記載されたのだけど、どこに使っているのかの記載がございやせん。まあ、ツヤとか、燃やした時のシンナー臭い匂いで判別しなさいってことなのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。当時としては、ガンプラとしては、普通に組んでかっこいいキットとして良作扱いされていた印象なのだけど、ガンダムマーク2としては、細身のプロポーションや、バランスの悪さがわかる人には嫌気され、旧キットを用いてボリュームを変更していたもんちっち。そもそも、ガンダムマーク2のデザインは、長野先生の、百式ラフと呼ばれるゼータガンダムのデザイン案をもとに、大河原先生が MSV のイメージでデザインしたものを、藤田和美氏がクリーンナップして完成したものだからして、安易なアレンジを加えれば、バランスが崩れるのは当然しかり。このキットでも、各部を細くしすぎて関節が貧弱な印象になり、脚部のシリンダーなどは細すぎて見るも無残なありさま。半年くらい後にスーパーガンダムが発売されることから、G ディフェンサーとの合体を見据え、やむを得ずバランスを変更したという理由があったとしてもだね。前任の担当者なら、こんなお粗末な処理は許さなかっただろうと評されたものでございやす。ですよねとにもかくにも、1997年には、プレイステーションソフトの機動戦士ゼータガンダムが発売されて、ゲーム性はともかく、新規作画のアニメパートが話題になっていたもんで、それを反映してかゼータガンダム関連のガンプラともども、そこそこ人気だったのは確かやね。なんといっても、ガンダムのマイナーチェンジとしては、初となるデザインとして人気のガンダムマーク2ですから、今もなお、モデラーに人気なのもわかるというものだっちゅうの。前述で、大河原先生がデザインに関わっていたと言ったのだけど、月刊コミックボンボンに初登場した時は、この大河原版のデザインの一つが登場し、当時の多くのガキンチョが、これがガンダムマーク2かと思ったものなんどすえ。まあ、改良型だからマーク2よな。マーク2は良いけども、マーク3とかマーク5とか、改良型の改良型なんて日本語としておかしいですなそうですな。何にせよ、ファーストガンダムの時も、デザイン案は大河原先生だけども、クリーンナップは安彦先生だったので、ガンダムの決定校を書いてないのよ初見さん。これには、そもそも、メカニカルデザイナーという仕事が、メカデザインを書くだけという誤解が巷にあるからでして。本来は、メカを、誰が書いても同じになるようにまとめる作業の方が重要なのだよね。例えば、仕事量が多いアニメの作画マンなら、単価が安いために数をこなさなきゃならないし、情報量が多ければそれだけ負担も多くなるので、線が少なく書きやすいデザインの方が作画マンの負担減につながるし、制作コストを軽減させることにもつながるわけよな。逆に言えば、めんどくさいデザインを書いたデザイナーは、作画マンに怒られちまうわけなのよん。まあ、怒られなくても恨まれるのは確かやね。何が言いたいかってと、最近とかく言われる、デザイナーのアレンジがひどいけん。制作にパソコンが多用されるようになって、多少バランスの悪いデザインでも作画が容易になったのはいいけども、それが、古参の方々には奇妙に移り、ストレスを感じちまうパティーン。いずれにしても、ガンプラなら、有用パーツで気に入らない部分を回収すれば良いだけの話でね。むしろ、アニメの演出の方が修正が効かない分問題なのでござんすよ。はい。こんなアレンジ、ありえなーい。